ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は戦国バサラシリーズを知っているか？やったことはないけど名前は聞いたことあるわ。戦国武将たちが戦うゲームかしら？まあかなりざっくり言うとそうだな。でも最近はあまり戦国バサラの話題を聞かない気がするんだけど気のせい？いや、気のせいじゃないと思うぜ。戦国バサラは大人気シリーズだったんだが終了してしまったんだ。え？人気なら続いていくものじゃないの？普通はそう思うよな。だが様々な問題から終了してしまったんだ。ということで今回は、大人気シリーズが終了してしまった裏側を徹底解説していくぜ。まずは、戦国バサラがどんなゲームなのか解説していくぜ。よろしくお願いね。戦国バサラシリーズは、日本の戦国時代を舞台としている、三人称視点の、一騎当選型 3D アクションゲームだ。いろんな戦国武将が出てくるのよね。そうだぜ。真田幸村や武田信玄などの、有名な人も出てくるんだ。かなりシリーズが続いていた気がするけど、どんなのがあったかしら。シリーズの一番最初は2005年7月に発売された、プレステ2の戦国バサラだ。その後は戦国バサラ2、戦国バサラ2英雄外伝、戦国バサラ列伝シリーズ、真田幸村伝などが発売されているぜ。プレイステーションで遊ぶものが多いのかしら？基本的にはそうだな。ただ戦国バサラ2、ヒーローズダブルパックは Wii、戦国バサラバトルパーティーはスマホのアプリゲームだ。スマホでも配信されていたのね、知らなかったわ。そんな数々のゲームを販売してきた戦国バサラだが、終了してしまったんだぜ。最初にも言っていたことね。プレステ4の戦国バサラ4、スメラギアニバーサリーエディションが、2020年に発売されて以降新作は出ていない。そして2019年にサービスが開始された、戦国バサラバトルパーティーも、2020年の末で配信が終了してしまった。もう前作から2年以上経っているわね。そうなんだ、もちろん新作の情報すらないぜ。ということでここからは、戦国バサラシリーズの問題点について、解説していこう。大人気シリーズだったのに、問題点があっただなんて思えないわね。それがあるんだ。まず一つ目は、バカゲーであるということ。バカゲー？戦国時代が舞台なのにバカらしいことがあるの？じゃあ少しバカらしいシーンを紹介しよう。これは戦国バサラ2の雪村エンディングの話。雪村と信玄が師弟対決を繰り広げていたんだ。信玄が雪村の師匠なのよね。そうだぜ。雪村は信玄のことを、親方様と呼ぶほど慕っていたんだ。そんな二人は仲が良く、互いに名前を呼び合いながら殴り合うことがしばしばある。これは殴り合いとも言われ、戦国バサラでは定番イベントだぜ。雪村エンディングではこれの何がバカらしかったというの？それは殴り合いのやり方だ。なんとプロレス技を掛け合っていたんだぜ。戦国武将なのにプロレス？驚くよな。雪村は飛び上がり、両足の裏で相手を蹴るドロップキックをしたんだぜ。ドロップキックってしっかりプロレス技ね。それに対して信玄は、雪村の両足を抱えて振り回したんだ。これはジャイアントスイングという技だぜ。人間ゴマなんて言われたりするな。プロレス技なんて当時の人たちがやっていたとは思えないわね。他にもバカゲーと呼ばれる理由がある。それはお楽しみ武器と言われるネタ武器の存在だ。ネタ武器？どういう武器なのかしら？どう見ても何かがおかしい武器だぜ。雪村は普段槍を使っているんだが、彼の武器の中になぜかマッチがあるんだ。マッチ？全然武器じゃないじゃない。他の武将もネタ武器を所持している。前田利家はカジキマグロ、毛利元就はドーナツなどだぜ。魚までいるのね。しかも利家のカジキマグロはキチキチと動くんだ。これは間違いなくネタ武器だわ。ネタ武器なんだが、なぜか非常に高い攻撃力を持っている。単純な攻撃力だけなら最強である作品も多いんだぜ。このゲームを作った人は、ネタ武器を使って欲しかったに違いないわね。そんな戦国バサラだが、歴史ゲームではなくキャラクターゲームとして作られている。だからバランス崩壊など、単純なクオリティ面でたびたび難があるんだぜ。プロレス技やネタ武器があるなら、実際の歴史とかけ離れているものね。戦国バサラ3ではアクションが飛躍的に進化したと言われていた。しかしそれでも一部の荒削りな部分が目立っていたんだぜ。外伝やスピンオフ作品に至っては、ファンすら手抜きと切り捨てていたんだ。その完成度の低さからクソゲーとも言われていたぜ。ファンからもそう言われるなんて少しかわいそうに思えてきたわ。まあもともとバカ要素が売りだったらしいから、ある意味正解だったのかもしれないがな。だったらこれがシリーズ終了した大きな問題ではなさそうね。じゃあ二つ目の問題点について説明していくぜ。それはパクリゲームという点だ。え、そうなの？実は光栄の一騎当選ゲーム、無双シリーズをパクっていると言われている。ということで軽く無双シリーズを紹介しよう。あまり詳しくないからお願いするわ。シリーズ第一作は格闘ゲーム、三国無双。しかし事実上の初代作はその続編の、新三国無双だ。この作品のゲームシステムが以降の作品に引き継がれている。一般的に無双シリーズとはこのゲームシステムのことを指すぜ。戦国バサラがパクったと言われているってことは、似たようなゲームなのよね。その通りだ。1対1の対戦型格闘ゲームである三国無双以外は、複数の敵と戦う三人称視点の 3D アクションゲームだぜ。戦国バサラのシリーズと同じだわ。無双シリーズはオリジナル作品の他に、版権作品もかなり出しているんだ。一部を紹介すると、ガンダム無双シリーズ、ワンピース海賊無双シリーズ、ゼルダ無双シリーズなどだな。
すごいわね、無双シリーズがいかに人気かがわかるわ。では戦国バサラシリーズがなぜ無双シリーズのパクリと言われているのか、詳しく説明していこう。まずは発売時期、無双シリーズの初代作である、新三国無双は、2000年8月3日だ。これは三国志をモチーフにしているため、新三国無双シリーズとも言われている。日本の戦国時代と三国志は少し違うわね。そして無双シリーズにも戦国時代をモチーフにした、戦国無双が発売されたんだぜ。2004年2月11日に出された、プレステ2作品だな。それから約1年半後の2005年7月21日に、戦国バサラが発売されたぜ。無双シリーズの方が戦国バサラシリーズよりも先に発売されているわ。初期の時点ではそれぞれの特徴がはっきりしていた。戦国バサラシリーズはバカさで、戦国無双はシリアスさだな。しかし、戦国バサラはシリーズを重ねるごとにさらに戦国無双に似ていったんだ。戦国バサラがシリアスに近づいたってことね。そうだ、もともとゲームのバカさを魅力に感じていたファンからは不評だったそうだぜ。特に戦国バサラ3からだな。シリアスな戦国ゲームをやりたかったら、戦国無双をやるわよね。もともと戦国バサラのファンだった人は、女性に媚びて変にシリアスをやり出したから完全に切った、と意見していたぜ。戦国バサラの制作陣は路線を間違えたわね。他にも、完全に腐女子向けだ。全盛期はとっくに過ぎてたとも言われているぜ。女性を意識したと言われているけど、実際に女性人気はどうだったのかしら？それが、ファンの9割は腐女子と言われるほど人気だったらしい。ある人は、ファンは腐女子と声優オタクのみで構成されていると言っているぜ。じゃあ戦国バサラの路線変更は、一定の成果を上げていたのね。そういうことになるな。ならパクリや路線変更がシリーズの終了の大きな原因とは言えなそう。次に挙げる問題点は、史実と異なっているという点だ。実際の歴史と、戦国バサラのストーリーが違うということね。霊夢の言う通りだ。バカゲーの要素の一つとしてお楽しみ武器というものがあったよな。あんなものが実際にあったと思うか？いや、あるわけないわ。ピチピチした魚で戦っていた人が本当にいるなら、もっと話題になっているはずだ。このように史実とは異なっている部分は多々ある。それを一部紹介するぜ。お願いするわ。まずは、戦国バサラ内で師弟関係にある、真田幸村と武田信玄から話していこう。それは、定番イベントである殴り合いは行われていないということだ。え？プロレス云々の前にそれすらなかったというの？そうなんだ。とりあえずそれぞれの出生を確認してみよう。真田幸村は1567年、または1570年に真田昌幸の次男として生まれた。それに対して武田信玄は、1521年に武田信虎の嫡長子として生まれたぜ。50歳近く年の差があるわね。しかも信玄は1573年に病気で亡くなっているとされている。この時の幸村の年齢は3歳か6歳であり、殴り合いはもちろん、共に戦っていたというのも考えづらいぜ。じゃあ幸村と信玄ってほとんど関係なかったんじゃないかしら？まあ本人たちはそうだったかもしれないが、家柄を見ると無関係とは言えないんだ。真田氏は、信濃国小さ方軍の地で力を持っていた。そして幸村の祖父にあたる幸高の頃に、開国の武田信玄に従うようになったんだぜ。じゃあ信玄が上の立場にあったというのは、間違いではないのね。そういうことだな。史実に合わせるとすれば、信玄の弟子は幸村の祖父か父というのが普通だ。これ以外にも史実とは異なる部分を教えてほしいわ。もちろんだぜ。アニメ戦国バサラの第5話は、壮絶、長篠設楽原の犠牲、というタイトルになっている。この話では武田信玄と上杉謙信の共闘部隊が、長篠で徳川家康と戦うんだ。あれ？長篠の戦いってそういう戦いだったかしら？これは戦国バサラの話で、史実とは異なっている。本来の長篠の戦いは、武田信玄が亡くなり後を継いだ武田勝頼と、織田信長と徳川家康の連合軍が戦った合戦だぜ。微妙に違うわね。本来であれば武田信玄はいないにもかかわらず、戦いに参加しているのはおかしいよな。それに上杉謙信が参加しているのも事実だったとは考えづらい。信玄と謙信ってずっと争っていたイメージがあるわ。川中島の戦いのことだろうな。川中島の戦い？信玄は領土拡大を目指して信濃へと進攻をし始めたんだ。そして村上義清や高梨聖来といった豪族たちを次々に打ち倒していった。そこで立ちはだかったのが謙信であり、それから戦いに発展していったんだな。戦国時代だからよくある話よね。結局戦国バサラのように、信玄と謙信が共に戦うことはなかったぜ。これは明らかに史実と違うことだったわ。でも史実とゲームが違うことなんて当たり前だと思うんだけど、何が問題なの？それは戦国バサラが、史実を作る、日本の歴史を海外に売る、などと歌っているからだ。嘘の歴史なのに？だから一部では、戦国武将の名前を借りた別人と揶揄されている。ただ、少し前の戦国武将ブームに一役買っていると、メディアで大々的に報道されていたぜ。歴史に興味を持つきっかけとしてはいいかもしれないけど、プロレス技やお楽しみ武器に関しては信じる人はいないと思うが、ストーリーの流れは、本当だと勘違いする人は海外では特に多いはずだぜ。海外からだと事実確認をすることも難しいでしょうしね。海外の人に限らず日本でも勘違いをする人はいる。それは戦国バサラが完全に史実を無視しているのではないからだ。
斜め上にぶっ飛んだ歴史解釈の中に、さりげなく史実要素や俗説などが混ぜ込まれている。これによって勘違いしやすくなっているぜ。歴史に詳しい人はそうならないでしょうけどね。ということで、史実と戦国バサラのストーリーが異なっているという問題だった。次のシリーズ終了となった問題点は、ゲーム内に不謹慎なものがあるということだ。不謹慎なもの？もう少し言うと、キャラ設定の中に不謹慎なものがあるんだぜ。登場人物の中に、大谷義嗣というキャラがいる。聞いたことのない人だわ。知らない人も多いだろうから、この人の紹介をしよう。大谷義嗣は1565年に、近江の国で生まれた武将で、豊臣秀吉の家臣だ。秀吉の死後は秀吉の三男である秀頼に仕えたぜ。じゃあ豊臣家のために尽くした感じね。ただ豪病を患って以来、容貌が変質したと言われている。豪病って聞いたことがないけど、そういう病気があるのかしら？豪病とは前世の罪の報いとして発する病気のことだ。非常に治りにくい病気、あるいは不治の病の総称として使われていたぜ。義嗣の容貌が変質したって言ってたけど、どんな病気にかかっていたのかしら？断定されているわけではないんだが、ハンセン病だったと言われているぜ。その病名は聞いたことがあるわ。見た目に著しい変化を起こすハンセン病は、近代になるまで忌み嫌われていた。別名を雷病とも呼ばれていたんだが、差別的に感じる人が多かったそうだぜ。今は治すことができるのよね。霊夢の言う通りで、早期に発見して適切な治療を行えば後遺症なく治せるぜ。ただこの治療はとても新しいから、戦国時代に治すことは不可能だったんだ。義嗣はこの豪病で亡くなってしまったの？それは違うぜ。豪病を患い失明しながらも、関ヶ原の戦いでは腰に乗って軍の指揮をした。しかし小早川秀秋の離反で敗戦すると、家臣の湯浅五助の解釈で切腹したんだ。豊臣家についていたら関ヶ原の戦いは避けられなかったわね。そんな大谷義嗣は、戦国バサラにも登場する。不謹慎だって言っていたけど、どんなキャラ設定だったのかしら。大谷義嗣はもともとまともな性格だ。しかし不治の病に侵され、豊臣の周囲から蔑まされてきた。そしてこの世の全てに不幸を撒き散らすため、関ヶ原の戦いの陰で糸を引くという設定だ。この不治の病というのがハンセン病のことなのね。そうだ、容姿についても説明すると、蝶を模した兜に全身包帯ぐるぐる巻き、さらに空中浮遊する神輿に座禅を組んでいるという、異様ないでたちなんだぜ。戦国バサラらしいわね。元ネタとかけ離れているのは戦国バサラでは当たり前のこと。しかし、見た目が異様な奴は中身も異様でいい、となりかねないキャラ設定だよな。まったくだわ。義嗣のあんまりな容姿と設定に、日本ハンセン病学会から要望書が届いたんだ。大谷を悪者にするなというものだぜ。苦情ではなく要望書だったのね。これは当然の要望であり、一般のニュースとしても報道された。そして結局は、世界を不幸に陥れたいと考えているから、その思惑は誰にもわからないに変更されたぜ。これは当然の変更だわ。ただこの変更について謝罪や釈明といったアナウンスは一切なかったんだ。そして再び批判の的になったぜ。間違ったことをしたら謝るって、小学生でも知っていることなのに、霊夢の言う通りだな。たかがゲームのネタに過剰に反応しすぎ、という意見もあるかもしれない。しかし実際にハンセン病に苦しむ患者も未だ多くいる。ハンセン病だからという理由で差別を受けている人もいるわよね。自分を苦しめている病気について、主義主張もほとんどないエンタメのネタにされ、傷つく人がいるということは忘れちゃいけないことだぜ。これからは胸に刻んでほしいわ。さて次に紹介するのが、戦国バサラの最後の問題点だ。それは戦国バサラ信者の存在だぜ。信者ってことは、戦国バサラが大好きな人ってことよね？特に問題はなさそうだけど、その信者の一部が暴走してしまっているんだぜ。代表的なもので言うと、バサラがオリジナルだと言っているんだ。え？発売時期からしても戦国バサラがパクっているのは明らかじゃない。そう思うよな。だが熱狂的な信者たちは調べることもせずにコメントをしているんだ。まあ、とは言ってもこれはまだまだ序の口だぜ。もっとひどいのはここから。一体信者が何をしたっていうのよ。なんとオクラを神社に奉納した人がいたんだ。オクラを奉納？全く意味がわからないわ。その神社というのは、世界遺産にも登録されている広島県にある厳島神社だ。この厳島神社は戦国バサラに登場する、毛利元就という武将のゆかりの土地、そして毛利元就の兜がオクラに似ているということで、オクラを厳島神社に奉納した人がいたんだぜ。その説明をされても理解できないわ。毛利元就がオクラというのは一部のファンだけで盛り上がっているわけではない。戦国バサラとコラボしたカラオケチェーンのパセラは、キャラクターイラストとともに、コラボメニューを提供したぜ。そのメニューの名は、池、オクラよ我がサラダの糧となれだ。もう公式的に毛利元就はオクラになったのね。実はこのニュースが話題になったのには理由がある。それはこの行動に苦言を呈した13歳の中学生がいたからだ。その苦言は中日新聞への投書だったが、それが SNS で話題になったんだぜ。どんなことが書かれていたのかしら。その中学生は歴史が好きで、城巡りなど武将ゆかりの地を訪ねるのが好きだった。
しかしオクラが奉納されるというマナーの悪さに疑問を感じたらしい。そしてオクラが奉納されている理由を聞いたその中学生は、怒りを感じるどころか呆れてしまったそうだ。中学生にもわかる、マナーの悪いことをやってしまうのが信者なのね。当初の最後は、マナーの悪い人には、勇気を出して注意しようと思うで結ばれているぜ。かなりしっかりした中学生だわ、将来が楽しみね。信者による迷惑な行為はまだまだある。無双シリーズで声優を務めていた方が亡くなった際、かなりひどいことを言っていたんだ。ひどいことも気になるけど、その前にその声優について教えてほしいわ。わかったぜ。亡くなった声優は、青鬼プロダクションに所属していた石塚雲翔という方だ。食道癌が原因と言われている。どんなキャラクターの声優をしていたのかしら。代表的なキャラクターで言うと、ポケモンのオキド博士や、ジョジョの奇妙な冒険第3部のジョセフ・ジョースターなどを演じてきたぜ。かなりすごい人だったのね。そして無双シリーズでは北条氏康やナレーションの声を担当していたんだ。でも戦国バサラの信者からは、ひどいことを言われていたんでしょ？そうなんだ。ざまあみろや、バサラの声優を貸してやろうか？など、考えられないようなひどいコメントがあったんだぜ。本当にひどいわね。もちろんこんなコメントをしているのは熱狂的な信者だけ。他は石塚さんの不法を惜しむ声で溢れていたんだ。仕事仲間からのコメントも多かったんじゃない？ああ、一部を紹介しよう。ポケモンの主人公であるサトシの声優である、松本里香さんのコメントだ。検査入院で2週間休むけどよろしく、じゃ行ってくるな、が最後になってしまった。感謝の気持ちをもっとあなたに伝えたかった。悔しくて辛い、雲翔さんの分も頑張るしかないんだ。やっぱり一生の別れって辛いわよね。ゲーム、ポケモンの音楽の作曲者として知られる増田純一氏は、石塚雲翔さん、素晴らしい大木戸博士をありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします。いろんな方からコメントがあったのね。石塚さんはみんなから愛されていた。それなのに信者のコメントは人としておかしいぜ。こんな人が多いならそのゲームの評判も悪くなるわよ。その通りだろうな。ということでここまで様々な問題点を紹介してきた。そんな戦国バサラのプロデューサーを務めていたのは、小林博之さんだ。どんな人なのかしら。では小林博之さんの来歴や作品について話をしよう。小林博之さんは日本のゲームクリエイターでプロデューサー。中京大学情報科学部情報科学科出身で、多くのサークル活動に参加していたそうだ。そして1995年にカプコンにプログラマーとして入社したぜ。カプコンってこの頃からかなり大きな会社よね。そうだぜ。ストリートファイターやロックマンなどのヒット作を生み出していたからな。ゲーム業界の中でも大手と言えるだろう。じゃあ小林さんは優秀だったということね。入社した後も優秀であったことに変わりない。今回解説している戦国バサラはヒット作、他にもバイオハザードシリーズなどの作品に関わっていたんだ。バイオハザード4ではプロデューサー、バイオハザード6ではエグゼクティブプロデューサーを務めていたぜ。バイオハザードって映画にもなっていたわよね。その通りだ。小林さんはいくつもの大ヒット作を生み出してきたんだぜ。今でもカプコンで活躍しているの？それが2022年3月付でカプコンを退社しているんだ。そして自身のツイッターで、ネットイースゲームズへ移籍したことを公表。さらに2022年11月には、ネットイースゲームズの新設日本法人となる、ゲームスタジオ GP トラック50の代表取締役社長に就任しているぜ。社長になっていたなんて。このネットイースはオンラインサービスを提供する中国のテクノロジー会社だ。その中の一つの事業として、様々なゲームも制作しているんだぜ。どんなゲームを出しているのかしら？アイデンティティ5第5人格や、荒野行動、機動都市 X などだ。聞いたことあるわ、どれも超人気のスマホゲームよ。改めて小林さんの優秀さがわかるよな。最後に戦国バサラのシリーズが本当に終了してしまったのか確認するぜ。気になるわね。まず結論から言うと、やはり戦国バサラシリーズは終わったと思うぜ。やっぱりたくさんの問題点があったからかしら？もちろんそれはあるだろうな。ただ一番大きな理由は、プロデューサーであった小林さんが退社したからだ。戦国バサラはカプコンから発売されていたゲーム。そして最も力を入れていたのが小林さんだったんだぜ。やっぱりそのゲームを一番に考えていた人がいなくなったら、新作は難しそうね。だよな。だからシリーズは終了したと言えるんだ。他の人が代わりにやるとも思えないわ。今回紹介した問題点があるようなゲームを復活させるとも考えづらい。この面から見ても新作はないだろうな。ということで今回は、戦国バサラシリーズが終了した裏側について解説してきたぜ。直接的な理由ではないかもしれないが、様々な問題点があったな。おバカな要素やパクリ疑惑、不謹慎さや信者の存在などね。みんなが楽しめるようなゲームにするには、今回紹介したような問題がないのが理想だ。だから各ゲームの制作会社さんには頑張ってもらいたいぜ。どんなゲームにするべきか、皆さんの考えも聞かせてほしいわ。それじゃ次の動画で。またねー。